はいどうもカッパ委員長ですじゃあこのチャンネル、今日最後はね、えー、埼玉川口クルドディンからのこれね、もういよいよ本当、あのまあ、政府がっていうのはちょっとね、まあ、でも結局、政府がなっちゃうと思うんですけども、いやもう本当、日本日本社会、日本人がもうもたもたしている間にね、ねもうどん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 、多分これね、従わされちゃうと思うんですけども。 例えばこのクルド、ね、ある女性が、まあ、要は自民党が作った法案のせいでとかって言ってますけど自民党が作った法案、ね、自民党がやらかしたのはこの緩くしたんですけどもが、ねうんまあ、ただ6月からっていうのでどうなるかっていうところで怯えて、ね、強制送還が決定して泣き叫ぶっていう人が出て、ね、これを見てね、ねこれ多分わざわざこんな映像を半日クソ政子に使って、うん、これはあのこんなひどいことになってると。 ね、政府批判、ねあのー、事故、ね、政権批判のネタに使いつつ、ね、この人たちをっていう、だから我々日本人にとっては受け取り方っていうか、ね、そういうつもりでなんか作られてないですよね、このニュースはね、うん。泣き叫ぶじゃねえよ、当然だろ、不法滞在なんだからさ。 ね、不法滞在しながら子供ボンボコボンボコ増やしてって、ね、あわよくば、じゃあ一丁みたいなのを狙ってって、うまくいった人、そうじゃない人っていうのが分かれてるんですよね。その辺のさじ加減は知らないです。何が違うのか。うん、それこそなんか自民党に言えよって、うん、仏壇壷移民党に聞いてくれよと。こっちはもうなんかもう問答もようで不,、ね、不法滞在はもう全撤去、ね。当たり前じゃないですか、そんなの。うん、で や,やらないうちに本当にやりたい放題やるしあと、この外圧もかかってくるんですよね、例えば内側から、要はこの日本人女性相手にこの乱暴したこの不良外来種なのに永住資格が認められるっていう法案が今衆院、衆議院で、ね、審議中なんですよね、これはマスコミは絶対取り上げないんですけども、えー、ひどいですよね。うん ね、日本人女性に乱暴狼藉働いといてなんで永住許可されるのかで、まあ、その答えじゃないですけども例えばこの EU 欧州連合が、ね、こんなこと言い出してるんですよ世界各国に、えー、移民難民でもこれ EU 圏の話かな、うん、今欧州連合は、ね、新たな移民難民協定を締結して加盟各国に対して一定数の移民難民の受け入れを義務付ける方針を決めた なんかイタリアあたりがもうぶち切れそうな話ですよね、うんで。結局、でも反対したのはポーランドとかハンガリーなどこの協定に反対したところがいくつかあったんですけども最終的に押し切られる形になっただからこの、o、EU はもう今現在とんでもないことになってるの分かっててて、ね、まだこっちに行くんだ、ね、移民難民の受け入れは義務化するそうです EU はね。 で、えー、拒否した場合は、移民難民1人当たり、ね、300万の罰金だって。ああ、じゃあそっち行ったらねえ、ね、埼玉川口なんかでさ、戦う必要ねえじゃん。ね、クルド人、ね、てかもう本当、ね、在日不良外来者全員欧州に行けばいいじゃん。ね、うん。拒否られましたっつって嘘を言って300万、ね、なんかこの、騒いで。 ねえで、それ取り上げてっていう、なんかこの、内側と外側じゃないけどさ、ね、結託して、まあにそう、そういうなんか小細工できるの日本だけなのかな <laughs> ね支援団体とさ、ね、うん。ってやれば、じゃあ、一丁ってやれそうじゃん。うん。ね、100万ぐらい、ね、300万でしょ、ね、?100 万ぐらい、これはなんか、あ向こうでいう、ねこの、こっちでいうこの埼玉県知事みたいなやつにさ、さ、ね、せんみたいな感じで、よろしく、みたいな、おー、いいよ、いいよ、みたいな。 1>, 1人100万もらえればさ、うんなん10人、10人100人集まったらもう万々歳だよな、知事ごとき。うん、っていうのが EU ではできないのかな、どうなんですかね。うん、やるやついそうだよね、うん。でね、まあそれはさておきですけど、今度こ,これは、こっちがやばいよ。ね、今のは EU の話なんですけど、この今度ね、この国連の方から来ました的なやつですよね。難民対応機関、えー、この元 UNHCR っていう国連難民対応機関。 ですかね簡単に言うとの中日、えー、大使というか代表か川口氏は強制のモデルになりうる川口問題解決するにはクルド人の経済的貢献を認め政府の統合支援策を強化し文化的多様性を尊重することが必要なりとか言い出すやつが出てくるんですよ何言ってんだよなこれあの滝沢さんっていう人なんですね ね、こうやってもうあの手この手使ってもう埼玉川口を、ね、クルド領にしようぜっていう,もう囲われてますね、うん、でもう政府も別に反対してねえし、うん、だからさっきのなんかね乱暴好き働いたのに、ね、永住許可与えようとする明らか考えるかやってることがおかしいですよねだから本当、我々、えー、日本の日本人たちの日本人が日本国内で居場所をどんどんこの奪われていく。 ねえのあのなんか思い過ごしというか、ね、え考えすぎじゃねえのねえだったらいいんですけどねっていうのがだったらいいんですけどねじゃ済まないですよね、これじゃ本当にそうされてってますよね強制できねえから問題になってんだろす、うん、でに被害,者、ね、被害者が出てんのに、ね、強制のモデルになりうるってどこ向いて喋ってんだよ、こいつ。 えー、3月トルコを訪れ、えー、その調査旅行について、えー、政治社会学会で報告。その報告が産経新聞に掲載され、日本維新の会の、えー、衆議院議員、えー、高橋から声がかかった。先日、議員会館訪問し、川越市のクロド人に関する問題については意見交換をした。川越市を訪れ、報道で話題になっている公園やヤードなどを見た。現状では一部のクロド人の親子行やルール違反とそれに対する地域住民の強い不満が問題になっている。しかし、問題の根本を探ると、もっと深い絡み合った原因が見えてくる。 まず経済面では過去30年の外国人労働者政策の歪みがある。日本の労働力不足を背景に、ビザ不要で入国できるトルコ人がオーバーステイで不法就労し、解体業などに従事してきた。政府による統合支援策がない中で、川越市が先進的な強制政策を取りながら負担を担ってきた。難民認定制度にも問題があった。2000年頃までに日本の難民認定制度は非常に厳格で、なんでそのまま厳格のまま続けねえんだよな。 えー、黒ロ人含め、認定者はごく少数、支援団体の活動に、だからもう、もう支援団体も,も取り締まりの対象にしないとダメですよね。ねダメだったのものね厳格で、このダメだったのには理由があったんだろ。うん。で、2004年入管法に相管、えー、停止法が導入され、難民申請中の相管が一律で禁止された。これは、あの民主党の負の遺産ですよね。ふざけやがってよ。 で、後になって犯罪を犯した者などが難民申請を利用し、相還を免れる想定外のケースが増えた想定。最初は想定外だったとしても、実際そういうやつが増えてきたら、帰ろうよ、止めろよ。なんでそれ、手こまないでボケーってアホみたいに指くわえて見てんだよな。で、えー、10年には、えー、難民申請後6ヶ月で就労が許可され、難民申請を繰り返すことで長期間働けるようになったと。だこれがおかしいんだよ。どう考えても。 難民申請1回跳ねられたらもう即強制送還だろこの間このなんかもう3アウトだっておかしいんだよね。一発でアウトだよこんなもんは。おかしいよなぁ、ほんとふざけてるよ。ねこの労働環境とか全然何にも関係ねえよ。うん、それすらも利用してるだけだろこいつらが。うん、居座り続けるための方便に。で、えー、2万から3万人が働いてたと思われ。 外国人労働者は受け入れないという政府の政策の裏に穴が開いたとでその結果難民性がなくても難民申請を繰り返すことで相関停止法により相関されず長期の収容や仮放免が行われるようになったと仮放免だってさ本来あっちゃいけねえだろう、うんえー、では就労が認められないから不法就労や仮放免中に逃亡するケースが増えたと <laughs> 何やってんだな で、親が不安定な生活を続ける中、日本で生まれ育った子供たちの中には不就学だったり、えー、極しても提供が難しい状況にあるものが生まれたと。だからそれ、日本政府とか日本社会、日本政府はちょっと責任取らせないといけない奴はいるけどさ、我々一般の日本人はもう知ったこっちゃねえよな、そんなもん。うん。え、だから乱暴されてもしょうがねえってなるのかよ。ならねえだろ。 だこういうことほざいてるやつもじゃあてめえのこの家族ねパートナーとか娘さんがさお嬢さんがさ、ね、こいつらになんか車ぐわー乗りつけられて横付けされてだーさらわれてってむちゃくちゃやられても、うん、日本社会の歪みがあって言えんのかよ絶対言わねえよな、うん、ほんと無責任でねこのなんか他人事だよね、うん、もうことごとく最初から最後まで他人事なんだよ、うん しかもなんか偉そうに上から目線でもっともらしいことほざいてるなんかこの世の中のねこの矛盾を指摘してね俺は気づいてる的な、うん、うるせえよって話ですよね、うん、いやもうだから最初にさ、ね、この人も一部最初だけ、ね、一部のクルド人の迷惑迷惑行為じゃねえ犯罪だよ犯罪、うん、ルール違反だから不法行為だろ犯罪だよ、うん っていうのは認めておきながら、でもって、あともうずーっとこのクルドスタンスですよ、うん。こういうやからももうはっきり言って、この嘘でたらめこいて、ね、さ、う、も、ん、なんか問題が、ねうん、日本社会、日本側にあるかのようにこの書き立て、書いてるわけですよね。うん、もうだからもうあの典型的なんですよね。うん 川口問題みたいなこと言ってますけども、ね、このクルド人の,この経済的貢献認めてってこれあのさっきのこの EU、ね、あれがもうやって大失敗に終わってるんで大変なことになってるじゃないですか、うん、日本だけ大丈夫なんてことは絶対ありえないんでもうこんなの絶対認めたらダメですよね当たり前ですけど要はこんなんこけるよな。うん 大体不法滞在者が経済的に貢献してるってことはね誰かの本来やるべき職を奪ってんだよねこいつらが犯罪者がねもしくは生活費の、ね、面倒を見てもらっていて面倒を見ている人の財産行政支援だったら税金をしょ勝手に使ってるってことだよね川口市長とかがようんね川口市の財政ねもう圧迫逼迫してるから、ね、政府がもっとなんか面倒見ろよみたいなことをなんか偉そうにほざいてましたけど 何言ってんだよな。もう賛同なんかできねえよ。ね経済的貢献なんか、ねえよ、そんなもん。そんな結果論だろ。不法滞在、法を犯しながら犯罪者が、ねうん、犯罪者は仕事してでもしてなくても犯罪者は犯罪者だよ。えじゃあ泥棒したやつが、ねうん、ね泥棒し、泥棒してるのこのバレないように、うん、じゃあコンビニでバイトしてて、ねそういった罪に問われねえのかうん 不法滞在は犯罪なんだよねうんえそういうことだろうんねえいわな,なこのねこの人の家にこの空き巣に入ってね、うん、金品せしめて、うん、監禁してるなんてことをやりながら、ね、昼間なんかスーパーでレジ打ちなんかやっているうんね犯罪者ね犯罪者なんですけど、ね、空き巣強盗犯罪者なんですけど昼間はちゃんと仕事してるんですようんは何言ってんだよ魂でしょ ね、不法滞在は犯罪ですよ。うん、だからそれを合法化しやがったのが仏壇坪井民党のやつらでしょ、うん。もうこいつらから逮捕するしかねえじゃん、やっぱりふざけやがって。さあ、あなたはどう思われますかねモデルケースになりますかね絶対なんねえよ、うん。はい、以上です。